では刀はどこで作られているか実際に工房を見てみましょう。こんにちは。お邪魔します。今これも刀の形をもう実際作っている、はい、まあ、だいぶちょっと長くなってますので、はい、まあ、もうちょっと手筋でハンマーで打って伸ばしていって、はいはい、まあ、まあ伸ばしている最中です。あ、そうですか。あ、じゃあ刀は今どこですか。ここです。そうです。炭の中に、はい、いい音がします。いい音ですか。大体1000度ぐらい、はいはい、目指してやると、まあ、それ以上でもそれ以下でもなかなか、はい、あ、作業効率が悪いので、それぐらい、なぜ打っていますか。これは今、ね、伸ばしてます、はい、まだまだその今打ってる部分が分厚いし、はい、あとは幅も広いんで、はい、伸ばしてもっと細長くしてます。はい、ね、ここぐらいまで薄くしたいんです、はい、今これだいぶ分厚いんで、うん、もっともっと伸ばしてます、はい。だいぶ早い。ここだいぶ早い。薄なります。それは手でやってるよりは手伝ってもらった方が明らかに。もう一回いきますか。じゃあ実際に体験すればどこから始めるか見てみましょう。では私は今これを持っていますが、はい、まあ、この部分ですよね、この刃物の部分っていうのは、はい、まあ、この下、下はあの塚の持つところの方でハンドルですけど、はい、この先の方を、まあ、こういう刃物の形にこうしていってもらうって感じですね、はい、これはまあ私今やってるように火で温めて、はい、ハンマーで叩いて形を作っていってもらう、はい、これはあの長いですけど、これはあの作業しやすいようにこれくっつけてるだけです。はぁ、ウェルディングしてるだけです。はい、だからまあ作業終わるとね、これ切り離しますけど、はい、まあこの先の部分をこういうふうにご自身でハンマーで作っていただくというのは、はい、まあ、あの体験の一番初めの作業ですね。はい、今から約16年ぐらい前、はい、私が、まあ、20歳の時から、はい、まあ、始めました、はいはい、何か聞かれありました。まあ、もともと刀が好きだったっていうのがありました、はい、まあ、それであの刀鍛冶になりたいなって、はい、で刀鍛冶の先生探して、はい、先生に手紙書いて、先生がいいよ
まあ、それで20歳の時に先生のところ行った。はい。免許を取れるまでには何年勉強がしゃいました？6年ぐらいですね。はい。刀鍛冶をするところでは、一番やりがいのあるところはどんなところですか？まあ、やっぱり昔のいい刀、まあ、名刀がありますので、はい、まあ、それに似たようなやつを作りたいんですけど、はい、なかなかそれできないんですね。だからまあ何回も作って自分との刀と昔の刀とどこが違うんだろうと、はい、でまあいろいろ作っていくわけですけど、まあ、一部でもね、はい、その昔の名刀にこう似たようなとこがあると、あ、なんかきっかけをつかんだような気がして、まあ、そこがまあ嬉しい部分、まあ、ところでしょうね。はい、差し支えなければ、はい、名刀を作るポイントを教えていただけますでしょうか？はい、ああ、それが分かればね、かもしれないんですけど、まあ一番はやっぱりその刀と対話するっていうかね、まあ、刀のそばで暮らして、はい、まあ、自分の生活も刀と共にこう、まあ、することによって、まあ、刀のことを考えるってことですよね、基本的には。はい、まあ、それによってやっぱり名刀に近づける何かきっかけをこうつかめるんではないかなとは思います。はい、まあ、あとはね、鉄の成分とか、そのどんだけこう鍛錬、まあ、鉄混ぜるかとか、あの焼き入れどうするかとか、いろいろ技術的なことはあるんでしょうけど、まあ、一番のポイントとしてはやっぱり刀と、まあ、刀のことを考えて生活するっていうのが一番じゃないかなと思います。はい、でそれは刀鍛冶の仕事をしなくても、はい、誰でも見て考えることができますね。できますね。はい、ただあの刀鍛冶とやっぱ普通に見て楽しむだけの人では、はい、見てるポイントってやっぱり違うと思いますので、でやっぱその立場がやっぱりそのまあ人を作るっていうのもありますので、はい、やっぱりこう刀鍛冶の立場として刀とまあなんていうかね、戯れるっていうのはやっぱり大事なんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。それではブリちゃんが刀作りにチャレンジします。やればやるほどきついと思ってきて、あの落ちたらどうすると思うところもあります。このような体験は子供でもできますでしょうか？そうですね、はい、基本的には10歳から、はい、まあ、参加可能ですけど、まあ、はい、やる気のある刀に興味のあるお子様なら、はい、まあ、何歳からでも受け入れさせてもらいます。はいはい、最近はね、まあ、あの漫画の影響っていうのもまして、まあ、刀に、ね、はい、興味を持たれるお様なんていうのも、ね、結構増えてますので、はい、まあ、夏休みの自由研究なんていうのも、はい、あの来られるお子様なんていうのも結構、ね、いらっしゃいます。それはいいですね。まあ、あの親御さん大変ですよ、はい、写真撮ったり、はい、メモしたり、まあね、夏休みの宿題でもいいんじゃないですか。はいはい、もう忘れない経験にもなると思います。まあ、結構東京が多かったですけどね、うん、そういう本当に10歳未満の子供で本当自由研究でやりたい、はい、結構分厚いでしょ、はい、だからこれは水に入れますけど、これスロークールダウンなんですよ、うん、だからノットチェンジハードなんです、はい、だからこのここがボーダーライン、波紋になるところです、はい、この土をまっすぐこう塗り分けるのか、はい、こう波打って塗り分けるのかでこの波紋が大体決まるっていう、はい、この塗ってもらうのご自身で、はい、塗ってもらうので自分の好きなような波紋が大体はできると、はい、多少あの絵心はいります、はい、塗れなきゃしゃあないんでなるほど。でもハート柄とか作ってもいいですね。ね作ろうとすればできますね。はい、富士山とか
猫とか言いました、ピカチュウみたいな。ピカチュウまで目が入らなかった。それはまあかなりね難しくなりますけど、はい、これをもっと伸ばして、あとはこう斜めにこう打ってこう刃をこうつけていく感じ。こっち振れば、まあ、これちょっと曲がってますけど、分厚いでしょ、で薄いでしょ。斜めに打つのはこっちでできないんで、手でこう、うん、あの形、はい、これは体験は難しい見ていってもらうしかない担当やとはもういけるかなと思います。ね、これは作るの大変かと思いますが、買うのもできますか、誰でも。あ、そうですね、誰でも、はい、購入していただいています。ただあの、はい、外国に送る場合だとちょっと手続きに、はい、まあ、あの1ヶ月ぐらいかかりますので、はい、まあ、日本人が購入されるよりプラス1ヶ月、はい、あの期間がかかるかなと思います、はい、でも基本的に誰でも買うことができますね。あ、そうです、大丈夫です。本当の刀でも、はいはい、大丈夫。すごいですね、ぜひ検討させていただきます、はい、本日の貴重な見学ありがとうございました、はい、でまた体験とかでもさらなる深い経験にはなると思いますが、はい、最後に YouTube で見てる方々にメッセージでもありますでしょうか。はい、まあ、動画だけでも、まあ、刀の作り方ってご理解いただけると思うんですけど、はい、やっぱりこう現地に来ていただいてこう、ね、火のそばにいてこう熱を感じていただいて、はい、あとね、ハンマーの音もしますので、はい、まあ、そういうのね、五感を全て使って体験できますので、うちに来ていただくと、はい、まあ、そういうのをね、まあ、体験していただくのも非常に面白いのではないかなと思います、はいはい、私もそう思いました。はい、またまたよろしくお願いします。ありがとうございます、ぜひ皆様にもこのような体験を味わってほしいと思いますので、あのホテルの方で手配させていただきますので、ぜひ皆様のご予約をお待ちしております。